皆さんこんばんは。こんばんは。夜の11時です。白っ子です。ペコです。よろしくお願いします。今日はね、はい、ちょっとあのミニ四駆楽しみすぎて撮影が夜になっちゃいました。夜中に近いですね。夜中に近いね。はい、日付変わっちゃいました。日付変わっちゃいましたね、もう。はい、もはや。もはや変わっちゃいました。はい。変わっちゃったんですが、こちらね、進めていきたいと思います。はい、進めるにあたりまして、まあ、ここからギアの組み付けになっていくわけなんですが、ギアの組み付けをやる前にね、皆さんこれを装着すると思うんですよ。タイヤ。タイヤ。ね。シャフトだけではどうしようもないからね。そうですね。とりあえず組んでいって、はい、最終的にバンパーの位置とかを決めるときに、まあ、重要なものになってくると思うんですよ。はい。で、そこで、今回やりたいのが、ペラタイヤの作戦。いいですね。ペラタイヤの作戦。はい、でね、それも、まあもちろん、ルーター必要になってきます。そうですね。で、ドリルチャックがついているタイプをご用意してください。はい。こちらがあれば、まあ作れるかなと思いますんで、はい、こちらを用意してください。それがない方は、ボールパンとか。まあ、もうそうですね。そうですね。はい。フォースラボだったり、ハピスマサーキットさんだったりで、はい、動画を見ながらね、はい、作っていただけたらなと思います。はい。でね、今回作るペラタイヤなんですけれども、はい、ペラタイヤには2種類あります。ビタビタのね、あの、広いワイドタイプのペラタイヤと、はいはい、あの半分に切ったハーフサイズのペラタイヤがあります、はい、で僕のおすすめはですね、やっぱりあのハーフタイプのペラタイヤの方が速度が出やすいような気がします、はい、まあ、実際僕が作って走らせると実際にそうです。ハーフのペラタイヤの方が速いことが多いです、はい、なので今回もハーフタイプのペラタイヤを作っていくんですが、はい、X シャーシ台形と非常に相性がいいという話を聞きまして、そうですね、はいはい、なんで今回は台形で作っていくんですが、はい、台形がね非常に相性いいんですよ。作るとペラタイヤを作るときに非常に相性が良くて、はい、楽まず用意していただくのが、はい、ハード以上、まあ、ちょっとノーマルだと正直ちょっと使いづらい、はい、使いづらいんで、はい、ハード以上のローハイトと、うん、タイヤ、ローハイトタイヤ、こういう、はい、なんか平べったい感じの中型タイヤですね、はい、こちらがあると非常に便利です。まあ、ない方は台形の普通のハードタイヤを使っていただければなと思います、はい、でそして台形ホイールのリアタイヤ、はい、リアタイヤ今回使用するのはリアタイヤです、はい、なぜリアタイヤを使用するかというと、はい、X シャーシなんで、はい、これ広いよね。広いですね。広いから、はい、これ以上広げたくない。そうですね。で基本、はい、あのホイールについてるリアタイヤっていうのはここがないんです。詰めれやすいんですよね。非常に、はい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 、詰めることができるのでこちらの方ね、はい、ご用意してください。もう X 用のタイヤが台形タイヤがある方は X 用のホイールでも構いません。はい、まあ、ない方はこちらのね、あのリアタイヤ、リアタイヤご用意ください。はい、はい、では早速作っていきましょう。おーやってくよで、ですね、はい、まず、ドリルチャックにあのこうやってね、シャフトをまず装着してください、はい、で、用意していただくのがタミヤテープとね、リアホイールになります。ホイールで、タミヤテープの幅が10ミリなんですよ。10ミリなので、タイヤのこの幅っていうのが、はい、あの規定が8ミリまでなんですね、はい、8ミリ以上を細くするとレギュー違反になっちゃうよっていうことなので、まずね、とりあえず安全圏の10ミリまで、このいらないね、幅、リアタイヤって横幅が広いんですよ。そうですね。なのでこのね、はい、カットしていきます。ホイールをカットしますね。やり方としましては、あの 1.8 ミリのドリルで穴を貫通させていた方が後が楽かな。そうですね。はい、はい、で僕は今回しません。しません。はい、こんな感じで装着します、はい、装着したらこれ回転させます。うわうわうわ、なめるよ巻き込まれるで、この回転していますよね。回転方向を必ず確認してください、はい、確認していただいて、回転方向がこうなのでこういう風に刃を当てていただきます。でも使いづらい方はまあこうです。はい、こういう風に刃を当てていきたいと思います。こうやってゆっくりですね、このタミヤテープの幅に合わせてカットしていきます。もうね、この先っぽをねずーっと触れさせる感じで OK。 あんまり力入れなくていい。で、刃を逃がすときは外側ね、あ、暴れそうだなと思ったら最悪外側を削るような感じ、中を削っちゃうとタイヤがゴロゴロになったりするんでね。そうですね。はい、ということで、はい、カットが終わりまして、今現在こんな形になりました。おね、タミヤテープと同じ幅になったと思います。はい、なったらですよ。なったらこれまず剥がします、テープをね。はいはい、まずほっとってからね、取ってから剥がします。はい、剥がしたら、じゃあね、一番最初なんで両面テープ何もなしで、はい、OK です。これをハードですね、スーパーハードとかだとちょっとかぶせにくいかな。そうですね、硬いんでね。なんでちょっと揉んであげたりするといいかもしれない。揉んでよ。揉むしかないのよ。揉んで、夜はね揉むしかない。揉むしかない。夜になったら揉むしかないんですよ。これを揉んで揉んで
で柔らかくするんだ。柔らかく、そしたら、まあ、あとはなるべくですね同じ方向に引っ張らないことが大事ですね。同じ方向に引っ張らない。同じ方向に引っ張りすぎると、はい、タイヤがねボコボコになる。あ、引っ張られてね。そう、はい、ボコボコになっちゃうんで、はい、それはなるべく控えていただきたいということになります。そしたらですね、はい、まずこちら、そうですね、はい、今装着しているものとヤスリを、ヤスリを、はい、用意していただく感じになるんですけれども、一気にいかないでほしいんですよ。一気にね、一気に行こうとしたらダメなんですよ、はい、まず回転してるこいつね、はい、こいつにこいつを当てていくのはもう皆さん知ってると思うんですけども、はい、少しずつ、もう本当に少しずつね削っていってください。なぜかというと、はい、熱を持たせるとまずシャフトが通ってるこの穴、はい、穴がねズダズダになったりするんですよ。穴がズダズダになるし、じゃあ早く削ろうと思ってグッて力入れるとここだけがへこんでる状態で、あとは広がって回る状態になるんで、はい、デコボコになったりするんですよね、はい、なんで焦らないでゆっくりね軽くねスーッて当てていくような感じで、イメージとしては最初ね、まあ、シャフトが曲がってなかったらの話ですよ。シャフトが曲がってなかったらの話で最初当てた時にドーンって振動くるんですよ。おお、はい、でもだんだん丸になってきたら当ててる面が振動なくなってくるんですよね。おお、はい、振動なくなってくるんで、はい、それをイメージしながら振動をなくすイメージで、はいはい、そしてタイヤをですね必ずこちらのね壁側の方に寄せておく、寄せておくことによってちゃんとまっすぐついた状態で削ることができるので、はい、それはまあ絶対にやっておいてください。ではね早速削っていくんですけれども、はい、削っていくときにハーフタイヤっていうのは2つに切るわけですよね。そうですね、1つのタイヤを2つにするわけなので、はい、両サイドが必ず同じ太さではないといけません。そうですね、なのでデジタルノギス等で両サイド必ず両サイドを測って、はい、同じ高さになるようにしてください。はい、はい、はい、なんじゃあ軽くやっていきますね。はい、はい、はい、ということで、はい、だいぶ削ってこんな感じになってますね。はい、ちょっとまあ数がついてるんですけれども、はい、でこの状態自分の好きな大きさですね、はい、だいたい表面を削ってならしたぐらいだと、はい、28.5 とかになっちゃうんですよね。はい、なんで僕のおすすめはね27ぐらいまでは最低でも落とした方がいいかな。そうですね、28はちょっとコース選んじゃうんで、はい、減速の多いコースだとあまり使えないです。使えないですね、そこまで速度が出ないんでね。はい、はい、なので、まあ、27ぐらいまで削っていただきたいと思います、はい、でそしたら今度は真ん中ですね。真ん中、はい、真ん中回転しながら真ん中に刃を入れていきます。はい、で柔らかくなって急に硬くなるんですよ。それがもうホイールに当たっちゃってるんで、もうホイールに当たらない気はまだね、当たるかな当たらないかなっていうのをちょっとずつ確認しながら最終的にね一番下まで来たらゆっくりの回転にして、はい、傷つけないように切ってください。はい、で、まあ、とりあえずそこまで行ってみようか。はい、はい、ということで飛びます。はい、ということで4本ね作り終わりました。はい、ね、半分にカットした状態で、でね、ダミータイヤ、まあ、ダミータイヤは正直何でもいいんですよね。そうですね、スポンジタイヤ、初心者だったらスポンジタイヤとかをはめて両面テープで留めて、取れないようにして、はい、ナイフで削っていくとかも、はい、おすすめです。回転させながらねナイフを当てるとすぐに削れちゃうんでね。はい、僕は今回スーパーハードの端材があったので、はい、そちらの方をね軽く削って横につけたような形と、はい、なっております。いいですね。うん、見た目は悪くないでしょ。はい、こんな感じになってまして、はい、でこれにねこれ乗せていくことになると。おお、乗せたい早く。赤黒でちょっと作っていこうかな。かっこいいぞこれ、思ってます。はい、タイヤはこんな感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、タイヤのね作り方っていうのはもうすごくいっぱいあるわけよ。そうですね、いろんなやり方がありますけど、ね、今こうやって紹介したんですけど、はい、実際ね僕たちはねこれで作ってません。はい実際これで作ったりしてません。そうですね、やっぱり精度が必要になってくると思いますんで、はい、僕たちはね家でボール板を使用して、そうですね、作っております。はい、ボール板を使用して作ることによってやっぱりね出せる精度とかも出てくると思いますので、はい、まあ、お金に余裕と あとあれだよね、結局のところは家族の了解を得れるかどうかよね。そうです、ね、それが一番ネックなんですよ、ボール板は。ね、この辺までだったらもう見て見ぬふりなんですよね。はい、そうですね、ボール板買うときはね一悶着ありました。やっぱりそうですね、一悶着あったね。でかい機械な、そうでかい機械、何急に買ってきて何それみたいな感じに なりましたからね。はい、なので必ず家族の了解を得てから、はい、購入することにしてください。はい、でタイヤね、タイヤこれね非常に大切なんです、精度が。はい、これぐらいタイヤぐらいいいやって思ってる方がいらっしゃるんだったら、まあ、ちょっとねタイヤをちょっと一回ね見直してみてほしい。そうですね、タイヤはね本当に大事。もうね綺麗にまん丸芯を出して作ることによって、はい、全然違いますから、ね、全
全然違います。全然速度が違いますから、はい、もうスーパーハードとか、はい、マルードとか関係なく加速しますからね。加速しますね。なので、はい、ぜひねタイヤもう一生懸命作ってみてください。タイヤなかなかなくならないしね。そしてそうですね、あの車のタイヤみたいにこうね、こう買い替え時じゃみたいな感じにはなかなかならないので、はい、ちゃんと綺麗に使ってたら、はい、なのでね全神経を使ってね一本研ぎ澄まして、はいはい、作ってみてください。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。